皆様こんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。タイピョンと申します。今日も一日よろしくお願いします。まずはじめに皆様いつも動画のご視聴いただきましてありがとうございます。動画の投稿を本格的にしだしてから約1年ほど経って、おかげさまでチャンネルの登録者数が4000人を超えました。現在は安定して1日あたり10名様から20名様程度ですね、チャンネル登録してもらっている状況でございます。今回の動画はですね、結論、チャンネル登録者数4000人規模で2019年3月現在いくら Google からお給料をいただいたかを発表したいと思います。チャンネル登録者数2000人を超えた時にも同じタイトルですね、チャンネル登録者数2000人収益の話をしていますので、気になる人はそちらも参考にしてもらえばと思います。結論言う前にちょっと自己紹介いたします。私はタイピョンと申します。30代後半のサラリーマンです。動画投稿頻度は週1から週2程度の投稿で、動画の内容としてはバイクや PC、 車、ラジコン、キャンプといった自分の趣味のみの動画をアップしています。なので趣味的な使い方、ソーシャルネットワークサービス的な使い方をしています。YouTube のチャンネルは、この今僕が喋ってるチャンネルとドローンに特化したチャンネルを先日開いたので合計2チャンネル運営しています。先ほど言った通り、本格的に YouTube をやり出してちょうど1年くらいですね。動画見てもらえばわかると思うんですが、何か特別優れているわけではなくて、ごくごく普通、もしくは普通以下のスペックなおっさんでございます。以上が自己紹介で収益発表をしたいと思います。2019年3月に Google さんから振り込まれたお給料は約8万円となります。動画投稿数は多分10本前後です。総再生回数が26万4000回なので、割ると1再生あたり 0.3 円くらいですね。動画を10本作って8万円と思いがちですが、そうではなくて、今まで作った2019年の2月までに作った過去の動画もね、それぞれ広告がついて、それでそれぞれが稼いでいる金額もあるので、それが YouTube のすごいところであって、この過去動画が再生され続ける限り私の収益となるので、はっきり言って資産と言っても間違いではないと思います。収益の仕組みとしておさらいですが、まず視聴者様が動画を見ると広告が走ります。その広告を見ることでチャリーンとね、動画投稿者に 0.05 円とか 0.1 円とか 0.2 円とか広告費として支払われる仕組みでございます。広告にも種類があって、スキップできたりスキップできなかったりとかね。でスキップできる広告は15秒以内にスキップしたら収益としてカウントされないとか、細かなルールがあります。チャンネル登録者数は収益に関して全く関係はありません。ですので、単純に動画再生数が増えて視聴者さんが広告を見た回数が純粋なお給料となります。私は趣味として YouTube をやっているので、チャンネル登録者数をガツンと増やしたいとか、そういった思いはそれほどなくて、全くないわけじゃないんですけども、そこまで強くなくて、あくまで目安というか、自分のチャンネル全体が面白い、面白くないというね、物差しとして見ています。ドラゴンボールの戦闘能力みたいなもんですね。ちなみに2月に Google さんから振り込まれたお給料は約4万円でした。4月に振り込まれる金額は多分今月振り込まれた金額よりはガクンと落ちると思います。以上がチャンネル登録者数4000人規模の収益のお話で、こっからはね、もう少し詳しく YouTube の収益について詳しく話そうと思うのと、自分のチャンネルの今後の方向性について話そうと思いますので、興味のない人は飛ばしてもらってもいいと思いますが、参考になると思うので、もしよかったらちょっと聞いてみてください。まず自分が知ってる情報として、視聴者層によって流れる広告費が違います。 Google さんが10代、20代、30代、40代とね、それぞれの年代に対して流す広告が違って、当然広告が違うことによって単価が違うので、大人向けの動画とかですね、広告単価が高くなりやすい方向性です。また動画に対しての視聴時間
によっても広告単価が変わってくると言われております。10分未満の動画の広告は動画が始まる前に1本、そして動画が終わった後に1本流れます。10分以上の動画を作ると広告をね、動画の間に挟むことができるので、広告の数を増やすことができます。まとめると、なるべく情報量、質が高くてスキップのされにくい、最後まであっと見れちゃうような10分以上の動画が収益性が高い動画と言えます。動画を毎日投稿すると認知度が増えてチャンネル登録者数は増えると思いますが、それよりは面白くて有益な情報の10分以上の動画1本の方がパフォーマンスがいい結果と言えますね。いいねボタンと悪いねボタンですが、いいねボタンの数が多いと関連動画やおすすめ動画として表示されやすくなります。逆に悪いねボタンが多いと関連動画というよりはチャンネル自体が YouTube のページに表示されないような気がしますね。今後の方向性と反省点ですが、方向性の前にちょっと反省点があって、一つは元ブログですね。ノイズの混じった動画で、とにかく動画が出したいという思いだけでアップしちゃったんですよ。結果は雑音がひどくてアップしたことをちょっと後悔しています。撮影機材一式交換したので、今後は改善されるので大丈夫なんですけども、ちょっと出すべきではなかったのかなと感じております。もう一つは、PC のメイト動画なんですが、あの動画の趣旨として嫁に虐げられるおっさんを演出したかったんですが、結果としてね、あれは私ではなくて妻にフォーカスがいってしまったことが反省点だと思ってます。動画の中身本質を見てくれている人は問題ないんですが、動画の表面しか見ていない人はやっぱりコメント欄で荒れちゃって、まあ、コメント自体はもういたので、コメント欄は打ち切りにしたんですが、私の求めるベクトルとは変わってしまいましたね。なので、あれはちょっと、動画としては成功したんですけども、私自身の中身としては求めるものとしてはちょっと違ったなというふうに感じてしまいました。私のチャンネルの方向性として、バイクに関する元ブログですね。これは RC42CB750 に限らず、いろんな元ブログ情報を発信していたいと思います。あとは、貧乏 PC 改造系のメイトですね。こちらもケースを仕入れてケース交換、やっぱりね、チャレンジしてみたいと思っております。あと、ラジコンの動画も投稿したいと思ってるんですが、ラジコンの動画って結構難しくて、っていうのが見る人がいるとかいないとかはどっちでもいいんですけど、ラジコンってなかなかお金かけて改造して、見た目をガラッと変えないと動画映えしないというか、あんまりわからないんですよね。例えば、モーター変えて5秒速くなったから動画が面白くなるかって言ったらそうではなくて、なかなか難しいところがあるので、ラジコンネタは出していきたいんですけども、まあ、いろんなもの、新しくラジコン何種類も買ったので、そういった紹介とかもしたいんですけども、ラジコン動画を作るっていうのは意外と難しいなと感じております。あとね、エブリーを使ったネタとか、車中泊とかキャンプ動画っていうのも今後新しくなっていくので投稿したいと思います。あとですね、ガレージを作成するので、ガレージの作成もね、今後動画として YouTube に投稿したいと思います。そんな感じでね、マルチなネタを今後もどん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 出していきたいと思うんですよ。YouTube のチャンネルの伸びっていうのは一つのものを深掘りした方が圧倒的に伸びるんですよね。なので、元ブログなら元ブログだけでガーッと深掘りした方が見る人もね、どん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 揃ってくるし、おすすめの関連動画としてもその人がバーッと上がってくるんで、見る機会が増えるので自然とチャンネルを登録する人が増えるんですけども、私自身が飽き性なので、同じシリーズをずっとやってても私自身が飽きちゃうんですよね。古いバイクをレスボアしてピカピカにする外人のチャンネルがあって、それを登録してるんですけども、最初の頃はそれ面白いなと思ってずっと見てたんですが、やっぱり何台も何台も結局同じことをしてるのを見ると飽きちゃって、今はチャンネル登録してるんですけどあんまり見ないんですよね。っていうのもあるんで、僕はやっぱりマルチなネタを定期的にちょくちょくアップしていきたいなと思っております。てな感じでね、
YouTube のチャンネル登録者4000人規模の収益のお話をいたしました。またね、次回次の動画でお会いいたしましょう。またねー。